はい、どうもあゆです。今回もですね、ポケットモンスターシャイニングパールやりたいなと思うんですけど、まあ、今日はどっからかなーって。うるさーい。さあ今日1回目の釣り、今日の運勢を占いましょう。一体どんな魚が釣れるのか楽しみで楽しみです。さあ何が釣れる、釣れる、何が釣れろー。でもさすが2回目したらほら来たよ、ほら釣れる。さあ今日の運勢はやっぱりね、なんか新しいポケモンが来るとワクワクするよって。またお前かい。はい、前回の続き、このおかっぱどもに足止めされたんでね、こいつらに会いに行こうか。へい、おかっぱ、お前らマジで双子じゃん。さあ黙って甘い蜜を全部よくぜ。そうだ、キングでもたくさんにポケモンを勉強するのに。うわ、マジそっくり、クローンじゃんお前ら。そして後ろに浮かぶハゲ、すごい、おかっぱおかっぱハゲ。うわ気持ち悪い。なんか、おい、なんかやるぜ。どうする、誰か呼ばれて面倒だ。さあかかってこいてめえら。2対1とは卑怯なやつらめ。まあこうやってね、1対1でしっかり来るんだ。そこはフェアプレイなんだね君。なんかむしろ申し訳ないわ、ポケモンの数ですごい申し訳ない。かわいい、あ、気持ち悪いな。え、丸、待って、まん丸やなお前。もうまん丸お団子やん。お前そんな見た目やったっけ。え、お前メントスみたいになっとるやん。メントスみたいになっとるやんお前見た目が。おお、趣味でくと、ついにお前も、お前のその前歯がもう毎日磨いたもんな。ちゃんと趣味テクとして毎日3回歯磨いたもんな。やばい、うちの趣味テクとか、なんかぶつくない、めっちゃぶつくない、なんか、え、こんな、なんかぶっす、情けない。そんなことじゃボーナスが減るぜ。次は俺が相手だぜ。いや、しつこ、しつこ、フェアプレイ精神ねえのかお前。じゃあ同時に来いやお前、1個しか持ってないんかいお前は。まず捕まえに来い。ズバッと可愛い、羽がうるさいです。羽の動きがザバザバしております。うるさいです、ここら辺。じゃあ驚かしましょう。行くぞズバミちゃん、勝負だ。いいねズバミちゃん、勝負、驚かす勝負や。もうにらめっこしてる、にらめっこ勝負してる。お互いいらんこの勝負。さあこっちの牌にらめっこ、いいよ、2回目来たよ、いいね。もういい、いい、いい、この戦いいらんて。もうよし、じゃあ倒したぞ。この子供強いぞ、すごく強い、なんていうか強いぞ。仕方ない、ひとまず発電所に戻るか。よーし、もう腹巻きしてるタイプの親父久しぶり見たよ。あれ、これなんだ、あいつらの忘れ物かな。発電所キー、そんなうっかり忘れんな。よーし、ありがとうございます。これで発電所の中入れるってわけですね。ギュピンは発電所キーを大切なものにしまった、助かったよ。甘い蜜か、おかしな格好でおかしなこと言って、お前も十分おかしい格好やけどね。よくわからない連中だった、俺をしないと。甘い蜜だ、これなんか木に塗ったりするんすよね。はい、甘い木、香りがする木に塗ればポケモンが寄ってくるかも。マジで、いやこれは嬉しいですね。うわめっちゃ綺麗、癒されますね。ここ、うお、早速甘い木があるじゃないですか。塗りましょう、なんか来るかな。塗りました。え、何この時間、発電所入るぞー。うわなんかいる、もう壁越しに見える、なんか明らかに強そうなやつがいる。え、気づかないの、この距離で気づかない、気づくんかい。うわいるわ、明らかにいるわ目の前に。うわーでも目合ってるもん、目合ってるけどこの距離で全然喋りかけに来んやん。なんね、うわ怖っ、なんね、うわ、おい近い、その距離でなんて近、気づかんか。幹部、私銀河団にいる3人の幹部の1人。うわー綺麗な VG ベジータを思い出しますね。はい、今よりも素敵な世界を作り出すためいろいろと頑張ってるのになかなか理解されないのよね。あなたも分かってくれないでしょ、ちょっと悲しいけどね。だからバケモン勝利どうするか決めましょう。私が勝ったらあなたが出ていく、その代わりあなたが勝ったら私たち銀河団が消えるわ。おお、いいですね、ボス感がありますね。わーなんかもう髪型もちょっと、もうちょっといい美容いた方がいいよ、マーズっていうのか君。なるほどなるほどね、まだズバッと小手調べですね。はいはい、かかってきなさい、私はペンキチでございますがよ、かわいいペンキチちゃん。まあ相手にはメタルクローっつってもね、威力50でしょ。まあメタルクローまだ使ったことないしやってみようか。攻撃は上がるかもしれん。あ、いいね、あ、そんなやな。超音波は、うわーこれ混乱くるね。なるほど、しっかり攻撃以外も使ってくる。なるほど、さすがは幹部。どうした急に、私のポケモンに何するのさ。いや、そん
んなこと言われても、あんたがポケモンバトラしようって言ったんでしょ。変えましょうか。ならなるほど、まあ飛行タイプだよな。つばみちゃん毒飛行でしょ。毒飛行ならばうちのヤングリンクでしょう。今んとこリーダー的ポジションはこのね天吉だけど、サブリーダーはこのヤングリンクですから、2番目に強いって言っても過言ではない。なるほど、こいつ下げないか。えっ、そこでトンボ返りをする。こいつやっぱり強いな。なるほどね、しっかりそういう対策もしているとは。ブニャッと、デブデブ、お前猫ちゃんに対してここまでデブくしたのなかなかいけどね。どうしよっかな、ブニャッと、まあ電気ショックでいいかな。まずは猫魂は厄介、デブいんで、うえ強くない、一発でこの威力。待ってこれ強くないこいつ、これやばいか。あんまりやられたくないな。攻撃下げられた、電気ショックでも特殊攻撃だから、やばいこいつ強いぞ。ちょっと待って待って待って、これ強いぞこいつ。よし、いやこいつしぶとすぎる。やっと倒せた。多分防御が硬いんかな。いや HP すげえ、うわレベルがめっちゃ上がる。いやこいつ強かったな。ブニャットに結構苦戦させられたわ。さあかかってこいズバッと。なるほどレベルが14か。いやそうね、威嚇で下げられんのよな。スパーク行ってこい。さあヤングリンクどんぐらい強いかよね。うわ強っ、強いわね、いいね。いやこれ結構時間かかったよ、苦戦したわ。パクチーのレベルも上がる、かわいいわねあんた本当に。いややっと倒せた。もうちょっといい美容院行きな。もうちょっと、うわ金持ってんね、いいね。でも幹部で1500円はちょっと安いかなと思いますね。あらら負けちゃった。まあ一回あんたとのポケモン勝負割と面白かったし、じゃあ私たちはひとまずバイバイしちゃうかしら。じゃあな。おおどうした銀河だ。とにかくポケモンやエネルギーを集めて宇宙を作り出すと言っていて、まるっきり意味不明でした。それともかく君には感謝の気持ちでいっぱいだ。やっと娘に会える。お娘、娘が来た。バイバイ、あくせ少しなさい。あやっぱ思春期の娘、あ無理やり働かされていたからね。トレーナーさんありがとう。変な人たちがいなくなってから封鎖ればいいもん。なんてなんて言った今。あーこの話終わりだ。俺急に話終わるのやめて。で、しっかり伸びをしない。あ、疲れたか。もうちょっとお礼というものがないね。金をよこせ、てめえ。そうなんですよ。毎週何曜日だったかな、発電所の前に風船のポケモンがいるんです。なるほどね。金をよこせ、チュッチュッチュクチュクチュッチュッチュク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 。よし、205番道路に行きましょうか。どうした、坊や。なんだ、そんな顔して。甘い香りをする木に甘い蜜を塗るとね。ニューに誘われたポケモンがやってくることもあるんだよね。へえ、持ってねえわ。もういい釣りスポットじゃない。こんなに綺麗な水、透明な水には絶対いいポケモンがおると思うんですよ。さあ一体なんで釣れねえんだよ。絶対にいる。こんな澄み渡った綺麗な海、これはいいプランクトンが住んでる証拠。さあ何か釣れる、釣れー、絶対にいるよ。こんな頃だから釣れた。ほらね、やっぱりいたんよ。まあ、でもここら辺なかなかいない激レアなポケモンがついに。なんでお前なんだよ。ここは205番道路、白帯の森。白帯の森って何。白帯の森には毒タイプのポケモンが多い。毒消し買ってね。毒タイプか、毒って何が強いんだ、わかんねえ。じゃあちょっと白帯の森、うーわ霧すごい。何君、あら美人な方、はじめまして。私の名前はモミ。あなたはアギョピンさんって名前なんだ。そうやって俺はアギョピンだった。ねえアギョピンさん、お願いがあるの。この森を抜けたいけれど、私一人じゃ心細いの。銀河なんとかやだしいね。こんな人いた？もう可愛いな。傷ついたポケモンすべて直してあげますからね。ありがとうモミモミ。白天の森、時とたまに生きる森林。こんなやばい森に子供一人いんの？大丈夫坊や、坊や大丈夫かい。オイラのポケモン毒を食らってしまって戦えなくなったよ。あー毒消しね。なるほど、そんなに必要なのか。ちょっと怖いね。あここにアイテムがあるから。なんで、でもモンミがおるから。あ可愛い、おまさかのダブル戦いなのね。これは興奮します。モンミさん
しかもモミズ、あ、ラッキーラッキー、後ろから見たらいいいちご大福。これどこれどこに行けばいいんだろう。上も右も一緒にいっぱいある。これ迷子なるべや。何これ、光が当たった苔、表面は苔で覆われている。触るとなんとなく気持ちいい。これなんか意味あんのかな、なんやろね。なんか待ち構えてる。何、え、こんな森でバトルすんの。なんなんだお前ら、おい囲むな囲むな。何お前、何急にお前ら、こんな森でミニスカと虫取る少年。これちょっと事件の匂いがしますね。ここ今どこ、いけねえし、こっちどこだよここ。ん、何、あ、出口、あ、もう出口なんですか。ここまで来れたんだ。私一人じゃ絶対無理だったわ。ありがとうギュピンさん。いや、あのモミさん、いや、あのもうちょっと、ちょ、いや俺もうちょっと探検したいいんだけど、モミさん、モミさん、え、今こっから一人で行けってか。モミさん、それはちょっとないです。モミさん、モミさん、しょうがない、出るか。もう結局なんだ、モミさんともうこれで最後かよ。205番道路戻ってきたいね。悪態の森出たんだ。ここ行くと、あ、フィッシングしてる人もいるね。こっち左は、あ、ここ悪態の森、あ、ここはまだ行けないんだ。なるほどね。じゃあこの先行く。なんか釣りしてる人もいっぱいいますね。こんにちは。ちょっと一人ぐらい挨拶してみる。ちょっと一回、なんかどうせお前戦いそうやな、ちょっと怖いな。こんにちは。もっとやっぱそうなんかい。え、釣りさ、あの恋キングしか僕釣れないんですけど、やっぱ、うわ、イケオジ。え、多分あれじゃない、恋キング以外持ってる、もしかして。ほら恋キングじゃねえか。やっぱ恋キングじゃねえか。結局お前もさすがになんかいいの釣れてくれよ。うっ、キャさあ、絶好の釣りスポット、一体何が釣れるのか。やっぱり新鮮なお魚、強いフィッシュ、お前じゃない。うん、お、白帯シティ。ここは白帯シティ、昔を今につなぐ街。曲がいいね。ちょっと一回曲聴こう。またおかっぱがいるよ。おっと、そこのトレーナー、ブブ、お前はちょっと強そうだな。ポケモン取るの諦め、いや許してやろう。めっちゃいいやつ、普通にいいやつだった。ここは、あ、ジムあんじゃん、ジムあんじゃん、白帯シティポケモンジム。はいはいはい、これちょっと入ろうや。え、じゃあ今日ジム戦までやって終わらせる。うお、来た、おるやん、いるいる。はい、あー、すみれでチャンピオンで、さっきスピードが溢れる少年にも言ったけどな。え、ここにいるジムリーダーになってるよ。草タイプの使い手、草タイプのポケモンは骨を嫌ってるぞ。いいな。はい、ジムのあちこちにトレーナー全員を倒さないとジムリーダーに挑戦できない。ちょっと大変な、バイオンのオッケー、おっさん、ポケモンジム、ジムリーダーになって認定トレーナー、うん、またお前先におるやん。なんでお前いつも先に来てんの。ナタリさん、君ですか。ちょっと美人だね。ここのポケモンジムは隠れているトレーナー全員に勝つとジムリーダーと戦えるの。じゃあ奥で待ってるからね、よろしくね、チャレンジャーさん。うわ、じゃあ今日ちょっとここまでやろうや。うわー、楽しみだね。うおー、いいじゃん、木のステージか。草タイプだね、完全に。いや、じゃあ攻略していきますか。いた、倒した、いた、はい倒した、はい、いた、はい倒した。完全なる流れ作業でございます。というわけで、次回ポケモンジムナタネ戦、ちゃんと真ん中に立て。